皆さん、こんばんは。はじめまして、人もどうぞ。私ですね、俳優の伊藤健太郎容疑者の、運転していた自動車でございます。まあ、今度はね、ちょっと、ドライバーであった、伊藤健太郎君がね、なんか、ひき逃げしてしまいました。本当に誠に申し訳ないですね。私、ね、自動車は抵抗したんですけどね、彼どうしても逃げたいっていうので、逃げてしまって、まあ、バイクをね、ちょっとね、バイクとなんか衝突しちゃって、そのまま逃げてしまうのね、なんか二人ともなんか怪我を負ったみたいで、なんか一人はなんか重傷かな、確か。あ、女性の方が足の骨まで重傷か。男性は両腕で打撲の軽傷を負ったって。まあ、ひき逃げはちょっとあかんね、さすがにね、本当に。いや、私も抵抗したんですけど、彼どうしても逃げたい逃げたいって言うからね、本当に。いやまあ結局まあ彼はね、原宿署にね、なんか任意同行して事情を聞き、それで結局逮捕されたっていう形なんだけど、いや、私もね、逃げるのまずいって何回も言ったんですけどね、本当にね。いや、まあ、こともそのいけなかったです、本当。いや、彼ね、本当に NHK の連続ドラマし、ね、なんかスカウトっていうのにも出てるし、人気俳優でね、今からっていう人だったのね、本当に。いや、今度も本当に申し訳なかったです。まあ、以上、伊藤健太郎が運転していた、自動車でございました。